どうも皆さんこんにちは。今回もモンスターハンターワールドやっていきます。今回はですね、イベントクエスト試練が今来てまして、アーロイの弓と防御が作れるんですよね。でちょっと今これ作ってきましたんで、これ一体強いのか弱いのかっていうのを検証しつつ、どんな性能なのかっていうのね、とあと動き方、実際に動かしてみてどんな感じなのかちょっと見ていこうかなと思ってます。で、作れるのはアーロイの弓と、あとその、防具なんですよ。これ、ホライゾンゼロドーンってちなみに皆さん、タイトル、PS4 と、あと Xbox もあったかな？PC 版あったかわかんないですけど、やったことありますかね？僕は結構がっつりやっていて、この再現度の高さにね、なかなか興奮してます。結構再現度高い。素晴らしいと思いますね。で、これ実際にちょっと、装備のね、防具のスキルとか見ていきましょう。では、防具の、性能見ていきましょうか。アーロイの戦球って言うんですかね。攻撃力192、回避率 30%。正直攻撃力はめちゃくちゃ低いです。弱い。まあ、回避率が 30% あるのがまだね、マシなところですけど、問題点としては、その、装着可能な瓶に、強撃瓶がないんですよ。強撃瓶がないと、弓は火力かなり落ちますんで、ちょっとね、使いにくいと思います、正直。まあ、毒瓶がプラスのマークついてるんで、ちょっと強くなると思いますけど、属性値が。なんですけど、状態異常値か。なんですけど、強撃瓶が売ってないのは、まずね、正直きついと思いますね。やっぱちょっと若干そこで問題外なのかなと。まあ、一応、麻痺瓶と毒瓶が売ってるので、まあ、使うかと言われると微妙です。正直、まあ、多分使わないとは思う。で、防具なんですけど、防具は耐性は全部5ずつあるんですよ。まあ、つまり1つずつに全て1ずつついてますね。1ずつ。で、防御力が、1つにつき46強化してない状態なんですけど、46なので、まあ、これも弱い方です。非常に防御力はね。で、まあ、問題はね、まあ、強化すればまあ防御力はまあまあ出てくると思うんで、問題はスキルです。スキル。こんな感じになってて、今何も装飾品つけてない状態なんですけども、まあ、全身のスキル見てみると、なぜか暗学、万学流の闘士2と4がついてるんですよ。アンジャナフのね、シリーズスキル。あれが2と4についてるんで、これね、スタミナ、系の、スキルで、これ2は体力が 40% 以下になった時に競争薬みたいな効果が発動しますよと。で、4はスタミナの上限値が増加しますよってことなんで、これね、あれです。こんがり肉とか食べると、体力増強みたいな感じで、スタミナがね、200まで伸びるんですよね、これ。だからね、これは割と弓にはいいスキルなのかなと。弓とか、あと、あれですね、双剣とか、スタミナを消費してこう戦う武器には結構いいんじゃないかなっていう感じはしてまして。で、ランナーついてるんですよね。だから、意外と、この2つを見ると、意外と双剣とか、ありなのかなと。若干ね。で、あと、無駄になんかスリンガー想定数アップとかね、がついてたりとか、潜伏2がついてたとか、この辺は正直狩り、実際にそのモンスターを狩る分時にはね、ほぼほぼ使わないような気がしますけどね。で、弱点特攻1が腕になぜかついていて、で、追跡の達人もついている。で、滑走強化、スライディングを行うことで一定時間回避率が上がるっていう、その、ハンマーとかでめっちゃ強いやつね。で、これがついてると。まあ、正直、僕は今弓で使おうという過程で話してるので、この辺はあんまり必要ないんですけど、まあ、弱点特攻はね、あった方がいいですけど。で、正直、このままのスキルでは、弱いんですよね、まだまだ。まあ、スタミナの上限値が増加するっていうのは、非常に強いと思いますけど。で、装飾品で、だいぶいじったのが、これ。万学流の闘士が2と4に、まあ、攻撃レベル3に、体術レベル3、弱点特攻に、ランナーに、スリンガー装填アップに、潜伏に、それから通常弾、通常弾強化1、三段合射強化1、追跡、滑走、あと弓ため段階解放1。これつけました。一応その、まあ、コンセプトというか、なんだ、どういう風に立ち回っていくかっていうと、チャージステップをね、主に使って、弓ため段階解放と、それから三段合射強化、通常弾強化で、通常矢の威力と合射の威力を上げつつ、このスタミナの上限値が、ね、200になりますから、競争薬からか飲んで、体術使えば、ずっとチャージステップ打ってられると思うんですよね、基本的に。なので、そういう使い方をちょっとしてみようかなと思って、組んだスキルでございます。装飾品はですね、こんな感じ。ちょっとね、ハードルが高いのがいくつかついていて、三段銃3とか、強弾銃3とかね、あと、供給銃2とか、
数劇順にもそうだし、結果攻撃順とかね、これちょっと割とねあのハードルが高めの装飾品のあの軍になってて、ちょっとね、まあ、このぐらいしないと使えないかなと、攻撃瓶つけられないしと思って、つけました。ちょっとこれでイベントクエストを実際にちょっとやっていきたいなと、あのアンジャナフをね倒していきたいなと思いますので、早速ご覧いただきましょう。じゃあ早速やっていきましょうか。何にもね武器とかカスタムしてない状態なんで、あーなかなかかっこいいですね。やっぱホライゾンファンとしては興奮しますけど、んやっぱり強撃瓶が売ってねえってのはちょっとあれかな、少し残念な部分ですよね。せめて強撃瓶は打ちたかったっていうところはありますけど、まあ、どんぐらいちょっとねダメージ出るのかちょっと見ていきましょうか。いらっしゃいましたね、先生。先生、ちょっと開いてしまっていいですか。とりあえず、ちょっとね、競争薬飲んで、このスタミナ上限解放の200と、競争薬でどのぐらいチャージステップ、連発できるのかってちょっと見ていこうかなと、思うんですけども。あ、いいね。あ、全然減らないね。全然減らないじゃん。あ、いいね、いいね、いいね。いいね。あ、これは、やっぱスタミナ上限解放は結構いいかもしれないですね。で、一応ね、体力が減ると、何ですか、奮起っていうスキルが発動するんで、その体力のね、スタミナの上限、上限じゃない、スタミナの消費量がかなり抑えられて、いいんですけど、まあ、競争薬と同じ効果で重複しないみたいなんで、なので、競争薬飲んどけばとりあえず別にいいかなっていう感じなんですけどね。スタミナ上限解放と、競争薬の組み合わせはかなり強いかもしれないですね、もしかしたら。結構、チャージステップ、バコバコ連発してるんですけども、こんだけ減らないんですよ。意外といいかもしれないです、組み合わせ的には。まあでもそれだけしたいんだったらね、アンジャラフの装備で別にいいやっていうこともあるし、毒強くなってるはずなんだけど、どうなんだろうか。まあ別にいいか。とりあえずダメージは全然出ないです。びっくりするぐらい出ない、まあ、そりゃそうですよね、200弱の攻撃力しかない強撃瓶が打てない弓ですから、そんなにね、びっくりするほど強かったらちょっとびっくりしちゃうから、まあ、普通に弓としては使えないから、防具としてはまあ、なしではなさそうな気がしますけどね、このスタミナ上限解放と、競争薬のこのコンボは、割とチャージステップ、バンバンこう連発する打ち方をするこの弓だったら、結構楽しいかもしれないですね、ちょっと遠いな。割とあり、それは割とあり。ただ、ダメージは見ていただく通り弱点じゃないってことが入れるともう本当にひどいもんだし、それこの割と打っても10とか11とかの時もあるし、まあ弓はちょっと弱いですね。防具はまあ使えないこともないかなっていう感じだけど、まあ最適解みたいなのありますからね、もちろん弓にも。だからまあ微妙っちゃ微妙なんだけど、どうなんだろうな。あ、ちょっと間違えた。ダメージ出ないですもんね、全然。まあ、こうやって、こんだけチャージステップしても、まだまだ、スタミナが、すごい残ってるのはいい。さあ、チャージステップ。チャージステップの鬼となろう。防具としては、まあまあ優秀かな。こんだけチャージステップ打てると気持ちいいですね。チャージステップを打ちまくれれば、モンスターのね、攻撃、被弾しないんで、基本的に。なので、たまにほら、あるじゃないですか、チャージステップをその打ちすぎて、もうスタミナ残ってなくて、モンスターの攻撃避けなかったっていうパターン、あれ、事故なんですけど、あれが割となくなるっちゃなくなるかなっていう感じするんで、チャージステップ、こんだけ連発できますからね、だから結構ありなんじゃないかなとは。アンジェラフのね、もともとのちょっと装備、あ、やべ、捕食された、まずい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 。アンジェラフのもともとのそのシリーズの装備ってあれ、なんだったっけな、ちょっと忘れちゃいましたけど。まあ、これはこれでありなのかな、結構そのスロットもまあまあ空いてますしね。だから供給銃とか今詰めてるし、通常や強化も詰めてるし、豪車強化も詰めてるんで、なしじゃないかな。5石で体重つけてるんですよね。で、5石で体重つけて、で競争飲んでみたいなことやれば、もう割とありなのかもしれない。割とありとは言っといて多分使わないけどこれ以降多分使わないような気がするんですけど、まあでもスタミナの上限がこの200になるの強いですね。
これはすげえ強い。弓めっちゃ強い、これ。これは初めて使ったんですけど、スタミナ条件、あの解放。これめっちゃ強いっすわ、弓だと。なんか、こんだけチャージステップできると気持ちいいっす。そろそろ死なないかな。さすがにまだまだか。まだまだか。ちょっとまだまだ体力を削れてる気がしないですね。そのダメージが弱すぎて。お、足引きずった。OK。いやー、ここまで連れてこられちゃいます。ちょっとね、アンジャナクさん、逃げるときめっちゃ速くないですか？あ、逃げ足めっちゃ速いですよね。先行弾追いつかないんですけど、逃げるとき。全然ダメですよ。アンジャナクさん、いつも逃がしちゃう。逃げ足だけ速いんですよね。こんなでかい図体して。チキン野郎っすよね。やばい。お、大丈夫か。ちょっと危ない、危ない。こんだけチャージステップできるのは正直気持ちいいけどな。めちゃくちゃ。あ、やべ。やばいやばい。あ、奮起発動しましたね。スキル。これが一応、だから競争薬の効果、多分持ってると思うんですけど、多分競争薬とは反、重複しないみたいなんで、さっきやってみたら。なんで、うん。だから、まあ別に競争薬飲めばいいんじゃないかって話があります。正直。まあ、アイテム連携とかできますしね。競争薬だったら。奮起は必ず体力をね、その40倍以下に持ってかなきゃいけないから、危ねえ。あ、落ちちゃった。必ず体力を 40% 以下に持ってかないといけないんで、割とそれはちょっと面倒っちゃ面倒なんですよね。火事場力みたいな感じで。だから、別に強制服飲めばいいんじゃねえかっていう話があるんで、なんだっけ、スキル、シリーズスキルの2はいらないと思いますけど、4のこのスタミナ上限値解放、これはね、強いです。これは強い。シンプルに。これ、正直ちょっと、これってやっぱスキルあるんですか？プレイ。スタミナ上限値解放なんていうその装飾品とかあります？もしあったらつけたいな。これ弓にすごい強かったわ。これめちゃくちゃいい。これ優秀。今回ね、競争薬と、やばい。競争薬と競争薬グレートがないんで、あ、ないっていうか、弱体化してるんで、競争薬飲んでもその、スタミナ無効にならないんですよね。だから、結構ね、ありかもしんない。そのスタミナ上限値解放は。な、弱体化なければね、もちろん強制薬一発で解決するんですけど、強くはないかな、別に。この弓自体はね、防具はなしではないっていう感じはしますけど、まあ、ただ防御力もすごい低いですしね、カスタム強化したところでみたいなとこあるし、ここにカスタム強化するのかっていう話もあるしね、多分、まあ、僕個人的にはですけど、これで、弓としてはですよ。もしかしたら双剣とかの可能性はあるかもしれないけど、この動画限りで使わないんじゃないかなとは思いますが、皆さんどう思ったでしょうか？もしね、なんか意見とか、感想とかあれば、コメント欄にバンバン書いていただければありがたいので、参考になりますんで、よろしくお願いします。動画聞いていただけましたら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。Twitter もね、やってますんで、もしよろしかったら、フォローしていただければ、とても本人に喜びますんで、よろしくお願いいたします。それでは、また。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。